方浅野拓磨、劇的弾でバイエルントヘル監督を辞めさせる。バイエルンは21日、当初2025年6月30日までだったトーマス・トゥヘル監督との契約を2024年6月30日までとすることに合意したと発表した。前節でトゥヘル政権にとどめを刺した浅野拓磨の一撃。浅野は M キラーって呼ばれてるぐらいドイツでは死神認定されてる。浅野がまたとどめ刺したし、あいつドイツではカルト的人気。グアルディオラいた時はすごかったのにな。あいつがうまいシルス尽くしたのかもしれんけど、レバンドフスキいなくなったのも響いてるのかな。ケインがしっかり仕事してるのにそれはないわな。またケインはタイトル取れないのか。これでフリック、ナーゲルスマン、トゥヘルのみ連続解任。こんな傲慢なクラブはしばらく地獄を見るね。でもバイエルンもリーグではいつも通りなんよね。シャビアロンソが異常なことしてるだけで。ケインは点取ってるぞ。とにかく失点多いからどうにもならん。フロント通り合いにくい記事は出てたし、権力与えすぎて失敗した。購入次第で夏に出ていく選手も増えそうだ。せめて CL1 回戦終わってから発表すればいいのに。それともトゥヘル解任した方が選手たちのモチベが上がるぐらいうまくいってないのかな。 PSG 矢印チェルシー矢印バイエルン、どれもこれも短期間だけど経歴が華麗すぎる。あとレアルかマルサくらいしかキャリア的に効くポストないやん。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。